有馬記念の勝ち馬、里のダイヤモンドのお父さん、ディープインパクトのウォーキング映像など136頭を収録。スタリオンズインジャパン2017、サラブレッド血統センターオンラインショップなどで大好評発売中です。動画をご覧の皆さん、こんにちは。競馬ブック時計班の松本聡です。今週の推奨馬ですね、新潟のメインレースアイビスサマーダッシュから推奨したいと思います。まあ、この馬はですね、春のイザテンステークスの再戦メンバーが大半を占めるんですけどね、まあ、当時からの金量差を考えてしまうと、やはりフィドゥシアはだいぶ有利だなという感じがしますので、逆転ちょっと同じメンバーだと苦しいかなという感じがするので、別路線組から出そうと思うんですけども、まあアクティブミノルにしたんですけどね、まあ外枠を引いたので人気だと思うんですけども、まあそれでもですね、この馬3勝してるんですけど、10勝2勝含めてですね、まあ、全部逃げ切りなんですけど、まあ点にずぶいのでなかなか行き切るのに時間がかかるんですよね。ベストは花なんですけども、なかなかオープン馬で快速揃いだと逃げられないというか、自分の形に持ち込めないんですけどね。まあそれでも高松の宮記念で4着したりしてますし、まあ、自力の高さは示してますしね。まあ、前走ブリンカーつけて久々に逃げたんですけども、まあそれで直線残り100メートルぐらいまでは先頭にいたと思うので、まあ3着でしたしね。まあ重賞ですし、BC 賞ですしね。まあ見せ場たっぷりでしたからね。まあなかなか直線1000メートル逃げ切れないんですけど、まあ、ここはそんなに何が何でもというのがイオラニぐらいなので、まあ、イオラニを生かしてしまって2番手から早め先頭で押し切るみたいな競馬でいいんじゃないかなと思いますしね。まあ、立東半路でラスト11秒4とか出てますからね、直線 1000m の適性もあると思いますしね。まあ人気的にはあんま見込みはないんですけど、まあ、外枠中心にいろいろマレンとか買うのがいいんじゃないかなと思います。そんなところでよろしくお願いします。